カール・フィーリップ・ゴットリープ・フォン・クラウゼビッツは、プロイセン王国の軍人で、軍事学者である。最終階級は少々、クラウゼビッツとも表記。ナポレオン戦争に、プロイセン軍の将校として参加しており、シャルンホルスト将軍及び、グナイゼナウ将軍に指示。戦後は研究と著述に専念したが、彼の死後1832年に発表された、戦争論で、戦略、戦闘。 戦術の研究領域において重要な業績を示した。特記すべき業績としては、絶対的戦争、政治的交渉の延長としての戦争概念、摩擦、戦場の霧、重心、軍事的天才、防御の優位性、構成局原点、勝敗分岐点などがある。クラウゼビッツの思想に影響を与えた人物には、フリードリヒに世。 ナポレオン・ボナパルト、ゲルハルト・フォン・シャルン・ホルストなどがおり、逆に影響を受けた人物には、ヘルムート・カール・ベルンハルト・フォン・モルトケや、コルマール・フォン・デア・ゴルツ、アルフレート・フォン・シュリーフェン、クレメンス・ビル・ヘルム・ヤー・コプ・メッケルなどのドイツ軍の研究者や、エンゲルスなどの革命戦略家、そして、海軍戦略家のジュリアン・コーベットや、電撃戦の理論家、 ジョン・フレデリック・チャールズ・フラーなど研究者に幅広い影響を与えている。1780年にプロイセン王国のマクデブルク市の東北20キロ先にあるブルク町で生まれる。クラウゼビッツ家はポーランド系ドイツ人で父親フリードリヒ・ガブリエル・クラウゼビッツは彼が生まれた時には朝税官であった。ガブリエルは7年戦争の末期に将位として従軍し、 戦後の1763年に中尉に昇進し、退役してから、ブルクの朝税官となった、母イエリアンと4人の息子と2人の娘を設けており、カール・クラウゼビッツは一番下の弟であった。ガブリエルに影響があった陸軍の本分と少佐の取り計らいもあって、4人の息子の3人は、将校とされており、クラウゼビッツは1792年に12歳で、 ポツダムのフェルディナント新能不評連隊にユンカーとして入隊した。第一次大仏同盟戦争で、フェルディナント新能連隊は1794年3月にラインラントにおけるマインツ工場戦で初めて戦闘に参加した。その後軍の途上でクラウゼビッツは機首を務めている。戦闘は4月1日に開始され、砲兵が配置につく6月18日まで続き、 7月23日にフランス軍が降伏する2日前に将校総統の巡視官に昇進した。クラウゼビッツは将位に任官した15歳からの6年間をノイルピーンで過ごす。当時の連隊長の高果表によれば、有能かつ熱心、頭脳明晰で好奇心旺盛と評価されている。そこで連隊長は1801年にクラウゼビッツをベルリンの士官学校に送った。 そこで後に、父でもあり、心の友であったと評するシャルンホルスト中佐の下で、軍事学を学ぶ機会を得ただけでなく、シャルンホルストが非公式に設置した軍事学会に入会することができた。この学会は、論文の審査によって入会が許され、自治的な軍事問題の解決や、国防意識の発揚のための学術的な研究団体として組織された。クラウゼビッツはこの学会で、 学術研究の様式を習得し、数学、論理学、地理学、歴史学、文学の一般教養と軍事学の専門知識を深め、1803年に学校を主席で卒業した。卒業後は、シャルンホルストの推薦もあって、軍事学会の会員でもあった、アウグスト・シンが指揮する、この偉大隊に副官として勤務することになった。クラウゼビッツは、 半年間の試験採用期間を経て、正式に副官となってからは、宮廷社会に入るようになる。この時期にクラウゼピッツは、シラーの文学に親しみ、マキャベリやモンテスキューの著作を読み、カント哲学の講義にも出席している。後に衝述するマリー・フォンブリュールと知り合ったのもこの頃で、1805年に婚約している、1806年10月14日に、プロイセン軍は、 イエナの戦いとアウエルシュタットの戦いで、フランス軍に壊滅的な打撃を受ける。クラウゼビッツの大隊も、この戦闘に参加しており、アウエルシュタットで、法ドウへ軍の退却に巻き込まれて、退却を行った。法ドウへ公は4万の兵力を保持していたものの、フランス軍の追跡により包囲され、海外恋を試みずに降伏した。しかしクラウゼビッツが所属していた、この絵大隊だけは、 降伏を拒否して、バルト海沿岸を施行して海外湖を試みている。両軍の騎兵部隊が交戦していたブレンツラウの町を避けながら北進中、町近郊のウッカー川で、フランス軍の騎兵部隊と接触し、防御戦闘を繰り返しながら、カシの湿地帯を移動したが、沼地によって部隊が完全に行動不能になったため、ここで指揮官アウグストは降伏した。 1806年12月にアウグストと共に、クラウゼ・ピッツは、フランス北東部のナンシーに捕虜として抑留されたが、それほど厳しい抑留ではなかったためにフランス語の学習とパリの見学、また長術活動を行うことができた。1807年に締結されたティルジット、講和条約の捕虜交換により、クラウゼ・ピッツは7月30日に釈放される、スイスを経由して、 フランス軍の占領下にあったベルリンに帰還した。そこで、シャルンホルストの招きによりクラウゼピッツは、アウグストと共に、ベルリンを離れて、ケーニヒスベルクに移った。そこでは、政治改革を主張する、シュタイン断尺、教育改革の草案を作成するフンボルト、そして、軍政改革を主導するシャルンホルストなどが、集まっていた。特にシャルンホルストは、反仏感情を抱く将校や官僚、 学者を主導し、占領軍への国民的な反撃を準備しつつあり、彼らの一部はプロイセンから離れて、スペインやオーストリアで、フランス軍と戦っていた。1809年になると、スペインのゲリラ戦に、フランス軍が手間取っているうちに、オーストリアがフランスに戦線復国し、チロル地方の農民が、フランス軍に対して、武装放棄した。しかし、プロイセン国王は、フランスとの戦争には、 時期が早すぎると判断して、フランスとの関係においても慎重な立場を取っていた。このような情勢においてクラウゼビッツは、アウグストの副官から1809年に、ベルリンの陸軍省へと移る。ベルリンでは、プロイセン改革として、行政改革や教育改革などが進められており、軍政改革としては、愛国的な国民軍の創設が準備されつつあった。 軍隊における貴族的な特権の廃止、指揮官を育成するための陸軍大学校の準備などが進められ、シャルンホルストによって改革は計画されていた。シャルンホルストは19冊からなる軍政改革案を作成しており、人事、部隊編成、兵役義務、装備、訓練、戦闘競技、将校教育、整備、国土防衛、要塞建設などの幅広い領域にわたって、 改革を進めた。そして1808年から1812年の間に、プロイセン軍の機関部隊を育成することを開始し、各地域から毎月5名の新兵を受け入れて3ヶ月の訓練の後に帰郷させる制度を作り上げた。このことで、軍事知識を普及させ、軍隊と国民の相互理解を深めるだけでなく、フランスが条約上で禁止した。 予備兵力を実質的に確保することが可能となった。クラウゼビッツはシャルンホールストがフランス占領軍に目をつけられて陸軍省を離れるまでこの軍政改革の推進のために働いており、1810年10月に新設された陸軍大学校の教官に任命されているだけでなく、プロイセン皇太子に軍事学の教官として指導に当たっている。この講義は 皇太子殿下ご信仰ロックとして残っている。そして1810年12月17日2805年に婚約していた白社クレ城マリー・フォンブリュールと国王の許可を得てベルリンの聖マリア教会で結婚式を挙げた。当時マリーは家柄もよく女官長として務めていたことから宮廷グループの一部から貴族の称号も財産もないクラウゼビッツと結婚することには 反発があった。しかし、ルイーゼ王妃の理解と支援によって結婚式を挙げることができた。夕食会も祝辞もなく、立ち会人や出席者の名簿も残っていない。二人はいくつかの親戚訪問を済ませた後に、ギービッツに新婚旅行を楽しみ、年末にはベルリンの新居に引っ越しを済ませた。二人は子供はできなかったが、生涯を通じて良好な夫婦関係を保っており、 マリーはゲーテの作品をクラウゼビッツに進め、可能な限りの教育を受けるように図らい、死後にクラウゼビッツが残した意向を編纂している。1812年2月24日にプロイセンがフランスと軍事同盟を締結した時にクラウゼビッツは、自らの政治的見解を著作にまとめて、公表に踏み切ろうとしたが、グナイゼナウの反対から断念した。この著作は、 国民としての品位と自由を守るために戦わなければ、ならず、プロイセンの存続のためにフランスとの同盟はありえない、ことを呼びかけたものであった。1812年3月31日に、クラウゼピッツはベルリンを離れ、フランクフルトの兄弟に挨拶をしてからロシアへ向かった。4月18日に、辞職願いも認可され、馬車の購入費などの旅行費用もマリーが援助し、 ブレスラウからケイニヒスベルクとタウロケンを経由して6月6日にロシア防衛軍司令部が置かれていたビルナに到着したシャルンホルストの推薦場とすでにロシア軍で戦っていたグナイゼナウ大佐やロシア皇帝のブカンボル草原中佐の配慮によりロシア軍中佐に任命された当時の戦況はフランス軍に有利であったが1812年2月にシャルンホルストは 皇帝アレクサンドル一世に特使を派遣して軍事戦略に関する助言を行った。それはロシアの広大な領土の奥地に戦場を移すことでフランス軍を弱体化させる戦略を提言するものであった。クラウゼビッツはバーレン将軍の下で3週間ほど参謀勤務につき第一騎兵軍団長ウバロフ将軍の参謀次長として兵団を担当した。ロシア軍は ボロジノの戦いに敗北してからモスクワに退却し、また9月14日にはモスクワを焼き捨ててカルーガへと交代した。フランス軍はこの焦土作戦により弱体化し、10月24日にモスクワでロシアからの撤退を決断した。冬の到来が例年よりも早かったことや、広報連絡線が遮断されたこともあって、フランス軍では被服や食料が欠乏状態にあった。 そのために44万名の兵力で進攻したフランス軍は数千名にまで減っていた。ナポレオンは12月5日に指揮権をミューラー元水に渡してパリへと帰還した。クラウゼビッツがこの戦役でビットゲンシュタイン軍団に勤務している間にマクドナルド元水が指揮するフランスプロイセン連合軍とロシア軍が退陣した。十二月十六日にクラウゼビッツは プロイセン軍との戦闘を回避するために、ロシア軍の軍師として、プロイセン軍のヨルク中将を訪れ、停戦交渉を行った。ヨルクを説得したことでクラウゼビッツは、ナポレオン指揮下のプロイセン軍を、ロシア軍は中立とみこの協定はプロイセン国王に伝えられ、ヨルク中将は、フランスとの同盟を破棄する機会が到来したことを、進言し、 国王は12月30日に協定を承認した。1813年1月に、シュタインが新政府を樹立し、ケーニヒスベルクで国土防衛軍を組織していた。クラウゼビッツは、タウロッケン協定の仕事の後に、ケーニヒスベルクに戻り、一方のシャルンホルストも3月に参謀総長に帰り咲いた。ケーニヒスベルクでは東、プロシアで、シュタインとクラウゼビッツが、 防衛軍の組織化のための作業を開始しており、2月6日には、クラウゼビッツが作成した布告はシュタインとシャルンホルストの同意によって予備兵2万名が招集された。これは、マクドナルド元水がフランス軍4万名を保持して、団地費に存在する緊張状態の中で迅速に進められた。そして3月17日に、プロイセン国王はフランスに対して、宣戦布告を行い、 ナポレオンの支配に対する諸国民解放戦争が勃発した。ヨルク中将は同日のうちにプロイセン固有の軍隊としてベルリン入場を果たし再軍備の準備が進められていた。しかしクラウゼビッツはプロイセン軍に復帰することがなかなかできず国王に自ら請願しているが3月19日に却下された。そのためにシャルンホルストはロシア軍からの連絡証拠として プロイセン軍に勤務させる配慮を行い、ブルフヘル軍に所属した。5月2日にシャルンホルストと共にグロスゲルシェンの戦いに参加し、フランス軍は兵力不足と損害の大きさ、そしてオーストリアの参戦を危惧して6月4日から8月16日までに休戦が締結された。シャルンホルストはこの戦いで重装を足に折ったが、無理を押して休戦中に、 オーストリアに参戦交渉に向かい、傷が悪化したために、プラハで6月28日に死去した。クラウゼビッツは、グナイゼナウと共に追悼している。1813年の周期戦役によって、フランス軍は敗北し、1814年にはプロイセン、国王はようやく、クラウゼビッツをプロイセン軍の大佐に任命して、復帰を許した。復帰してからはクラウゼビッツは、 第三軍団参謀長を命じられたが、しばらくは大規模な戦闘はなかった。しかしナポレオンがエルバ島を脱出して、フランスの政権を掌握したことから同盟国は、再びフランスとの戦争に乗り出し、クラウゼビィッツが所属する第三軍団も出撃した。1815年6月16日に、プロイセンのブルフヘル軍はリニーで敗北したが、ワーテルローの戦いでの勝利に寄与した。 その作戦の指揮を取ったグナイゼナウは戦後に戦略的な要所であるコブレンツに赴任し、そこでクラウゼビッツを参謀長として抜擢した。ここには軍政改革を推進した将校たちが集められ、シャルンホルストの息子も参謀として勤務している。ここでは夫人も呼び寄せられて生活しており、クラウゼビッツは夫人を随伴する参謀旅行の計画を策定している。 しかしグナイゼナウは長期間にわたる疲労により、健康状態が悪化していたことから退官願いを提出して国王は無期限の休暇を与えた。グナイゼナウは1816年7月にコブレンツを離れ、シャルンホルストの軍政改革に反対していたフォンハーケ、中将が赴任してきた。そこでクラウゼピッツは、不満が多い勤務生活を送る傍らで、戦争論の作成に取り掛かり始めている。 1818 18年に少々に昇進して、陸軍大学校校長として勤務することになった。しかし、クラウゼビッツが改革派であったことから配慮して、陸軍当局は、クラウゼビッツの権限を学問的指導ではなく、規律の維持に制約していたために、クラウゼビッツに与えられた権限も限られたものであった。この時期の彼の交際範囲は限られており、グナイゼナウが時折、 クラウゼビッツを訪問しているか、また、ベルンシュトルフ外務大臣の自宅を訪問している程度であった。クラウゼビッツはフランス語と英語を習得していたために、1821年にイギリスのロンドン勤務を希望したが、イギリス公使と国王によって申し出は拒否された。その後の7年間は、マリーと共に軍事学の研究に専念することになった。マリーは、この研究に協力し、 シラジア要塞について、クラウゼビッツに随伴して、作業を手伝った。マリーは、別れて生活している間に交わした書簡を通じて、軍事問題に関する知識を習得し、クラウゼビッツの見解を時には批判し、また、クラウゼビッツの発表物のすべてを清書している。1830年3月25日に、 クラウゼビッツは50歳になったことを契機に、再び活発な舞台勤務を希望して、舞台転出を請願した。その際には12年間かけて作成した、戦争論全8編のうち6編が書き上げられ、残りは、草案として骨子がまとめられていた。校長を辞任するとと,ともに、ブレスラー・タンクの第二砲兵官に任命され、10月には、マリーを呼び寄せたが、 すぐに7月革命に影響されたポーランドで暴動が発生する。そして、東方監視軍司令官、グナイゼナウの参謀長として、第1軍団、第2軍団、第5軍団、第6軍団の指揮統制を補佐することになった。この戦いでは、繰り返される暴動を完全に鎮圧することが困難であったことから、作戦が長引くことになった。 翌1831年に蔓延したこれらにより8月にグナイゼナウが感染し、専門医による処置が行われたが病没した。ポーランドの紛争が鎮静化し、1831年11月7日に、クラウゼビッツは再び第二方兵官として、プレスラウに帰還して記録の整理を行った。クラウゼビッツは11月16日の昼食までは、 普段通りに職務をこなしていたが、その午後になると、嘔吐や痙攣などの症状が現れ、背骨の激痛や胸部の痙攣を示しながら、自宅で休止した。マリー夫人によるクラウゼビッツの臨終記録の中では、発作的な神経性のショックによる心臓麻痺が原因であるとされている。クラウゼビッツの死後には、ブレスラウの中途地で簡単な早々行進が行われた。残されたマリー夫人は、 クラウゼビッツの死後に移行をまとめる作業を開始する。そして1832年に彼の遺構は戦争及び戦争指導に関するカールフォン・クラウゼビッツ将軍の遺構として出版され、現在ではその1巻から3巻までに戦争論の内容が収録されている。夫人が観光の字を書いており、この著作が不完全な状態にあること。そこには、 友人のグラーベンやオエッツェルの手伝いによって出版ができたことについての感謝も述べられている。マリー夫人が死去する1836年までに7巻までが出版され、残りは翌年に協力者たちによって発表された。この講集では戦争論だけでなく戦士についての記述や政治論集なども含まれている。クラウゼビッツの軍事思想の活気性は 戦争の二重構造を明らかにしたことに求めることができる。クラウゼビッツは戦争を研究する上で当時ドイツで研究されていた関念論の哲学や弁証法の方法論に影響を受けていたことが指摘されている。戦争の概念がクラウゼビッツにより2種類に分かれていることは当時のこの時代精神の文脈から理解することができる。まず戦争とは拡大された決闘であり、 そこには暴力に基づいた相互作用が働いていると考える。この相互作用はエスカレーションをもたらすものであり、戦争における暴力の極大使用の原因ともされている。この暴力の相互作用は限界がないために、この法則に支配される戦争は、最終的には完全に敵を打倒する絶対的戦争に至るものとされている。しかし、このような絶対的戦争は、 現実の戦士には見られない戦争である。なぜならば、戦争における暴力の相互作用は、政治的、社会的、経済的、地理的な要因によって抑制されるためである。特にクラウゼピッツは、戦争が政治に対して従属的な性質を持っていることを指摘しており、殲滅戦争から単なる武装監視に至るまで、あらゆる戦争の形態を政治は規定することを論じている。 これを定式化してクラウゼビッツは戦争が他の手段をもってする政治の延長だと述べている。また、クラウゼビッツが戦争の傾向を規定している要因について3つの要因を挙げながら分析している。第一に敵意や憎悪の情念を伴う暴力という要素であり、この要因が強ければ戦争の激しさが増大すると考えられる。第二に不確実性や外然性を伴う。 賭けの要素であり、これは戦争において自由度を伴う精神活動であり、戦果に反映される。そして第三の要素は政治のための手段という従属的性質である。これら三つの要素は、それぞれ国内における社会的な行為主体に割り当てて考えることが可能であり、第一の要素は国民に、第二の要素は軍隊に、第三の要素は政府に関連している。 この要素は3位一体として、戦争に作用し、敵対行為の準備、戦闘の開始、講和の締結、戦後の展開までに作用する。これら相互の関係について、精神的活力を生み出すのが国民であり、政府はこの国民の意思を合理的な政策へと組織し、軍隊はその政策を実施する主体となるものと捉えられている。クラウゼビッツは、 さらに軍事行動における不確実性や過失の存在が戦争を複雑にしていることを指摘し、また指揮官の決心が部隊の作戦行動に与える影響を分析する。前者に指摘したものが摩擦であり、後者が天才、または軍事的天才と呼ばれる概念である。摩擦とは、現実の戦争と地上の戦争の相違に認められる、事象であり、現実の軍事行動に随反する。 偶発的、予測不能な障害を指している。摩擦を克服する能力として、天才の概念が考えられる。指揮官に必要な組織について分析を行っており、それを解釈するために天才という概念を適用する。危険や苦労、不確実性が支配する戦争の中で適切な軍事行動を指導するためには、天才が不可欠であり、これはほとんどが 精神的要素で構成されている。クラウゼビッツは、ナポレオンやフリードリヒ大王の戦士を研究することで、全く同等の軍事的条件が与えられても結果が異なることがあり得ると論じている。クラウゼビッツの著述活動は、軍務の傍らに断続的に続けられた。彼の軍事思想が表現された初期の著述は、1812年に当時軍事学を教授していた。 プロイセンの皇太子に送った書簡である。その後にナポレオン戦士に関する著作や戦略学の研究が書かれており、戦争論はそうしたクラウゼビッツの研究業績が総合されたものである。ありがとうございます。